歯、え歯歯を治ってもいい歯をうん歯をダメよ。なんで犯罪よ、日本は。それ犯罪。まあ別にいいよ。ダメだよ。犯罪者になっても捕まるよ。レンタル彼女できなくなるよ。いや、そうだよ。レンタル彼女できないよ。うん、捕まったら逃げればいいじゃん。いや、それも犯罪よ。それも犯罪。なんで？ダメなの。逃げるの犯罪なの。うん。でも、ね、殴ってお金出せばいいじゃん。されるの？うん。なんか初犯とかそこら辺ちょっと難しい話になってきますけれども。うん、あ、アドミさんにお金を払うんじゃなくて、警察。いや、アドミにお金払ったらいいじゃん。お金払うから殴らせろってことじゃないですか、アドミさん。うん。嫌です。え、嫌なの？嫌だよ。ワンパンチで1000万円だったら。あ、いいよ、全部もういいよ、いいよ、もういくらでもいいよ。え、ワンちゃん欲しかも殴って1000万は全然、何回でも殴っていいよね。え、何回でも一発1000万。一発1000万。死ぬまで殴ったらお金もらないの？それはすっごくとっても重い犯罪。え、でもあの お金じゃ解決できないレベルの犯罪。でも1000万円ならいつでもいいじゃん。1000万円払わなくていいけど、その後堀の刑務所の中で過ごすことになる。え、ちゃんとアドミンと話ししてなった状況だから、それは犯罪じゃないと思う。うん、確かに、どうなんだろう、話し合って難しいやつになる。許可もらってたら犯罪じゃないか。でもちゃんと動画撮影もして、アドミンの自分が俺を殴ってもいいって、死んでもいいって言って、俺が殴って死んじゃったらそれは犯罪ですか？ね、一応犯罪です。え、なんで？殺人じゃないけど、俺がそれで死んでもいい、死にたいとかになったら自殺幇助っていう犯罪に一応なっちゃうんだ。うん、あ、じゃあ一応殴ってもいいけど、俺がミス、なんか殴ったけどミスで死んじゃったらそれあーミスです。どうしたな、なんでそんな笑ってんの？なんで死ぬのこれって言うの？どんなにあのミスしてもボンドが殴って俺が死んじゃったら犯罪なの、ボンド。え、死んだらミスでも犯罪なのよ、死んじゃったら。それはおかしいね。おかしくないんだ、死んじゃってるからね、俺だって。おかしくないんだ。いや、俺が1回だけ殴って、うん、アドミンがなんかその時なんかおかしくなって、うん、ワンパンチで死んじゃったら、ワンパンチで死んじゃったら、それはおそらく過失致死ですね、犯罪です。え、それも犯罪？それも犯罪です。で、アドミンが殴ってもいいよって殴ったけど。全然過失ですね。ダメです。犯罪です。じゃあダメじゃん、アドミンさん殴ったら。もうじゃあ我慢して。じゃあ1000万円あげても意味ないじゃん。いや、生きてたらいいやん。でも死んじゃったら意味ないじゃん。そうだよ、死んじゃったらダメだよ。だから死ぬかもしれないよ。俺がワンパンチ殴るけど、殴ったら言ったけど何で殴るかわかんないよ。武器を持ってる場合があるの？うん、石とか、なんか小さな石とか。いや、死んじゃうモンド、それは死んじゃう。じゃダメな、手じゃダメなの、もんちゃん。ナイフもあり。ナイフ。これはナイフはもう持ってるだけで犯罪。え、マジ？そう、日本はナイフ持ってるだけで犯罪、刃渡りによりますけれども犯。え、もし、うん、うん、俺がアドミン殴ったけど、うん、死んではなんか、微妙っていうか。君よってないちゃんと生きてるけど、生きてるけど
まあ、ずっと病院に行くしかない感じになったら、それも犯罪？え、俺は、お話できる？意識はある状態？意識もない感じ。意識もないの？うん、でもちゃんと生きてる。生きてるけど、もう返事もできんってこと？うん。いや、ダメじゃないですか？てか、まず殴る自体でダメじゃない？もう殴ったら犯罪じゃないですか？でも、アドミンがちゃんと動画撮影して、殴ってもいいですよ。俺殴っていいよって。状況ですよ。そっか。それは、どれかな、それも、犯罪だけど、全然、うん。全然ちゃんと犯罪だけど、多分2年くらい。あ、じゃあ。2年くらい掘りの中かな。ありじゃん。え、2年ならいいの、もんちゃん。2年ならまあいいんじゃない別に。え、いや、でも、ちゃんと生きてるけど。うん。いや、でも、まあ、死んでる感じだ。いや、俺の意識が戻らないんだったら、多分、15年ぐらいっすね。15年か。長いよ、15年。でもさ、はい。人を殺して15年なら生きてるから。あ、そうだね。生きてるね。生きてるよ。生きてるけど、死んでる感じ。40歳になっちゃうよ、もんちゃん。そしたら。そうだよ。いいの？まあ、15年なら、そんなに高いレベルじゃない。40歳だよ。もう15年エーペックスも何もできない。ゴッドフィールドもできないよ。レンタル彼女もできない。何もできない。そうだよ、レンタル彼女できないよ。でも、うん、ちゃんと40代には世界に戻るんでしょう。まあ、その人は一生できないようにね。いいんだ。だったらやってみようか。韓国にも戻れないよ。帰れないよ、多分。知らんけど。いや、多分戻るのはできる。まあ、できなかったら、まあ、日本で住もう。ああ、あれよ、でも出た後もモンドは過去に、ま、あの前に人のことを殴ったことがある人って見られるよ、うん、みんなに。そうだよ、友達とかもさ、いなくなっちゃうかもしれない。そうだよ。まあ、その時はその時で考えてみる。今考えた方がいい、絶対。なんで？え、もう、いや、その時考えたんだ、もう遅い。いや、俺はめっちゃいい方法を知ってるから。え、なになになに。まあ、その時になったら異世界行くのもありだからね。お前何者だよ。